後語り後語りとは小説などにある後書きのように放送が完了したエピソードにスポットを当てて演じた我々があれこれ語ってみようじゃないかというものです要するに後書きの語り版で後語りですというわけで後語り第7話悪党美太編始まります改めましてヤスリ七チ役の細谷義政ですトガメ役の田村ゆかりですヤスリ七海役中原舞ですいやー 見終わりましたね見,た見,た見終わりましたね見終わりましたねこれ悲しすぎるね悲しかった、うん、本当なんでだろう一番最後のあのシーンを見ちゃうことによって、うん、さらになんかあーってなっちゃううん、うん、いやなんか僕ねあんまりこの後語りはちょっと語る ることが少ないぐらい悲しいんですよ。本当に。ううなんかこう、なんで殺しちゃうかなっていうね。いやうね殺さなきゃいけなかったんですけど。まあ、多分七海が死にたがっていたので。うん、まあ、恨んではないと思うんですよ。うん、でもでもでも死んでほしくない。彼女はう何より死にたかったから。うん、それはやっぱり、あれなんですかね。うん、本当にこう、七かに殺してほしかった。 んですかね、うんうん。鹿に殺して欲しかったんだと思う。それはやっぱり人として接してくれたからなんですかね。うーん。なんだろうやっぱ家族だからじゃないのかな。<ー>え、なんてさ、だってさ、七海はいいかもしれないけどさ。わー、殺してくれた。やっと殺してくれたわねみたいな感じで。うんうん、ほわーってなってるけど。殺した方の気持ち考えてよ。あと<う>味悪いよ。あと味悪いよねー。 まあでもシチカはねえどういうこと <laughs> なんかシチカも可哀想でしたよ僕まあねそうだ嫌がってたよ嫌がってたよ殺したくなかったんだみたいなセリフあったよね、うん、なんかそれでも俺は殺したくなかったみたいな、えー、じゃあじゃあなんで殺しちゃったの 刀投資。刀投資。し<刀>そこは何かこう、<laughs> なんていうの、この、なんだろう、日常の私たちがいる日常では、分かり知れない。何かがあるんちゃう?なゃない。ね、んうん、ね、多分そうだと思う。うでも、なんかこう、殺すように仕向ける様が、また優しいんですよね。んなんか、ね、わざと、ね、首切らなかったとか、なんか、んあの、咎めの髪を切ったなって言ったの、ね、良かったわねって、なんかこう、挑発してくる。のも、なんか優しいっていうか。 なんか何な,な,なのって僕は見てて思いましたなん,かなんでこんなに自分を殺させたがるんだろうみたいなね優しいのかな私ほら兄弟じゃないじゃないあなたたちの、うん、だからなんかなエゴじゃないってちょっと思っちゃうんだけどまあでもそうだねね死、うん、死ぬんだっったら自分で死ねよって感じはするよね、うん、まあ自分じゃ死ねないんだとかってあるんだろうけど。うんうんうん なんかや優しさなななのかかん途中でなんか咎に向かって、うん、あのナ,ナミがこうも人間扱いしてくれているとはっていうのが出てきてなんかそれでこのモノローグ来ると、うん、なんかこう姉を殺させることでうん、うん、そのなんていうんだろうその5で出てきたあの覚悟じゃないですけど。うん ただの刀だったらいけないところをこう<ー>人間にしようともしかしたらしてくれてんのかしらみたいなまあちょっと脱線してるかもしれないけどそれぐらいのね僕はなんかなんかなんかしんんでなんかこうせっかく研鑽した技術をこの島だけにとどめておくのはもったいないとかあなたにはもっと世間を知ってほしいとかそれなんかこう。 刀として何の感情も持たずになんかこう毎日修行してなんかそれがその天才のお姉ちゃんから見たらんか本当なんかむしいわねみたいな努力の無駄遣いねみたいなあ,のあなたはもっと人になった方が正し楽しいわよみたいなあそういうところもなんかあるのかしらみたいなね。 ぐらい<ー>な,んかなんか優しかったんですよねお姉ちゃんは,僕はやって,てお姉ちゃんは、うん、基本的に七花のことが大好きなので、うん、<laughs> 怖いなんか今の言い方が怖い <laughs> お姉さんでしたお姉,お姉さんでした <laughs> なんかわかんないよ怖いえ <laughs> でも本当に大好きだったと思うの一、うん、話から言ってしまえばもう七花に対する態度と咎に対する態度全然違ったしそっから先も その誰に話す時よりも七花、うん、のことが大好きだから七花に対する時の態度っていうのはいついかなる時も優しい気持ちで接していたんだけどその,その愛情伝わってない嘘だいや怖いっていうのは何でかっていうとそのねっ永さんの優しいお芝居と、うん、その実際このフィルムの中で七々がやってることのギャップですよ。 なんか優しいこと言ってんのにあ,<ー>あの七花を踏んづけて、うん、何か言いたいことあんのかとか、まあ、優しいんですけど優しくないじゃん教教育教育そう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 なんかなんて言うんですかしつけそうしつけそうしつけ <laughs> しつけ,しつけてまあだって<い>相手を思わないとやらないでしょでしまあ別に嫌いだったら別にほっとけばいいよみたいなねあるじゃないですかなんかねそこが <laughs> なん,でなんで交互に見るのこの建物分かんない <laughs> <laughs> 分かんないなと思って私にはうん、うん、いやでもなんか難しいよねなんか普通に考えるとストレートな愛情じゃないから、ねうんうん、確かに、うん、難しいなって気はするけど、うん、そうね、うん、まあでも優しさなんて人それぞれじゃんそのなんだろううん,、うん、うんと。 その人が求めてることをしてあげるのが優しさなのか自分が思っている優しさを表現するのがその人にとっての優しさなのかってまた違うと思うから。うそうね、うん、まあでも、うんうん 私は基本的に愛情とかは相手に伝わってなかったら何の意味もないと思うの。そうだよね。うん、でも、伝わってるんだったら、まあ、いいんじゃないは <laughs> から見ててわからないけど、ああ。兄弟の中で通じ合ってるんだったら、まあ、いいんじゃないかなっていう <laughs> <laughs> 感じはする。うん。うん だいくらこう頭とかギュって踏んじゃってもそれがあお姉ちゃんが僕を育てようとしてくれてるって思ったんだとしたらまあ正しいんじゃないそれはそうそういう愛情の形だよねそうだよね僕は愛を感じましたよじゃあいいよいいよいいか好きにするといいよ。 この回で髪の毛切られちゃうじゃん。切られたね。わなわなしてたね。わなわなしてた。なんかそのシーンが今までさ、あの七海がとがみの髪を髪をとがめの髪をこう溶かしてあげてるシーンとかを見てるから、なんかものすごい衝撃的で。そうだよ。ね、髪が長い女の子好きだからね。あれもね優しさですよきっと。 挑発して挑発するための優しさですよきっと。優しさの犠牲になったんですよきっと意味わかんないそうだよなかなか髪の毛切っちゃったところはなんか申し訳なかった胸のに七川はさ最後の方さ姉ちゃんは髪切るのうまいとかなんかトンチンカーなこと言ってるいやいやあれは思い出にふけてるんじゃないですかあれはきっと思いにふけてるんですよ 今はないお姉ちゃんはそういえば髪切るのうまかったなっていう殺されるかもしれないって思ったのにさ髪切るのがうまいよなじゃないよそのってリブトガメってもうやだこの兄弟兄弟同士で僕通じやってる感じすよそうかよかったねでもなんかあれだね本当にこう 見る人によって、捉え方が全然違う回数かもしれないね、この話数は。誰を、誰にすごい感情移入してるかっていうのにも、やっぱよるんじゃん。あ、ちなみに、あの、もうぱっと離れて、か完全に、こうできたやつを見た時に。やっぱり、あの、まあ、自分のキャラクターっていうのもあると思うんですけど。パッと見たときに、誰に感情移入して、ご覧になりました、田村さん。話数によって違うけど、この話数に関しては、やっぱ。 めか,のな,んかななみなんかよく考えが分かんないんだよね,だ,よねだから私はななみのオーディションに落ちたんだと思うんだけど <laughs> <laughs> だって分かんんないもん <laughs> だからさ、うん、かこの話に関ししてはトガメだったかもしんないでもね、うん、なんとなく「誰」って言うんじゃなくて、うん、なんかね他の話数ももしかしたらそうだったのかもしれないんだけど今回特に。うん なんかね始まり方と終わり方とあとその、ま、絵だったりその音楽の感じだったりが、えー、なんかすごい映画見てる感じがねしたうん、うん、のっか、うん、なんかそのあとなんだろうないろんな人のさところにさ視点が動くじゃない例えばそのひ、うん、姫のところだったりとかさうん、うん、アホのとこだったりとかなんかそういうのもなんかちょっとこう映画見てる感じがねうん今までほら1時間だから映画みたいだねなんて言ってたけどさなんか 全体的な感じがなんかそんな風に感じたの。確かに。うん、うんうんうん。うん。うん、だからなんか誰っていう感じじゃなかったかももしかしたら。うんそうだね。僕はまあのえどっちなんだろうとがめうん七日か,かもしれないけどあのあのシーンがすごいぶっときましたあの私は私は勝ってきたってどんなに負けてもどんなに負けても。 今のお前みたいにそのぐずったりしなくてずっと勝ち上がってきた最後までに最後には勝ち上がってきたんだっていうところがなんかねなんかこう咎めの人となりがわかるようでなんかあそこがなんかいいなってあそこいいなって思いましたいいねいいねもうあれだね申し訳ないけどお姉ちゃんにはしちかはもう咎めにメロメロだねああああ <laughs> ってことじゃないこんゃに愛情注でなんかさ、うん、そういうことっぽくないちょっとちょっと。いやでも確かに最後「咎め、うん、の髪を」つって向かってきた時に「ねうん、このこの?」ってちょっと思ったわ <laughs> そういえば。ややっぱやっ やってるや役になんかこう、行くよね。ついに落ちってね、うん、どうしてもね。でもやっぱりお姉さんのね、この胸部にね、あのビタが刺さってる時は、もうびっくりしましたよ。そりゃびっくりするよ。何してんねんみたいな。いや、なんていうかこう、彼女は。 なんだろうな4話の時もそうだったけど、うん、自分の体をこう痛めつけることに対して何ら思うことがないので。うん 私こんなこと絶対できないし私もできないピアスとか開けられないし痛くてあそうなんだ怖いのできないからもうこれ見るだけでいや痛いみたいなこれは痛そうだったでも痛みは友達ですもんねお姉さんにとってねお姉さんはもうねどんなに痛くても辛くても死ねないって言ってたからねうんそうだよねだからさ他の人もさあっさり殺しちゃうのかな なんかそういう感覚が麻痺してそうじゃない。彼女にとってその死というものが悪いものではない以上、生か死でその殺すことに対して悪いことだと思ってないんだろうねきっと。あとその自分がすごい強いからさっていうのもあるんじゃない。そのほら草がって言う言うじゃん。あれってやっぱすごい上からだよね。ええそうですね。あのシーンはなんかいまいち。 急に現れたよね,あの,ね,よねあの怖さ、うん、今,今まではその人のためだと思って殺してあげてるんだと思ってたからああ、うん、そうじゃないのかもってちょっと思ったシーンだったんでんえ自分のためでしょだって自分の肌に触れたからんなんであんたがだってだってだって,だってさ粉雪のさ村全滅させたのも自分のためでしょ あれはそのあれだよねあの私ここにいるよそう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 、うん、だからやっぱ、うん、あんまりこう人の命とかのことをなんとも思ってなさそうじゃない思ってないんだよねねえ、うん、恐ろしい怖いね、うん なんかさゲームみたいなのさあありましたねあのなんだろうファミコンみたいなそうそうそうリリリリリとかそうそうファミコンのさ世代だからちょっとなんかあ面白いなって思っちゃったあのなんかすごい上手いなって思いましたなんかあのボスの影に隠れてあれ上手いなってあれ上手い人だ感じ待ってた確かにうん面白かったうんまああれだけもうなんかこう 圧倒的なんでしょうねこうパン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 って雑魚的に関してもパン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 って倒しちゃうみたいな。うん、絶対なんか変なコマンド入れてるよね、えー、入れてる入れてるすごいよねあとなんかさギャルゲみたいなのもあったじゃん立ち位置がこう <laughs> あ,ありましたねありました <laughs> ありました あのアフレコの途中まで気づかなくってさ、途中で気づいた時きあーって思ったよね。なんでみんな正面向いてるの？この動きにどうな何？って思ってたんだけど、もしかしてギャルゲーってことじゃないって気づいてからなるほどねと思ったんだよね。ゲームゲームでね。そう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 。ねあの立ち絵の後ろの七日のあの腕ところで、後ろでずっと土佐犬がね尻尾振ってるんです。そこにいたんだ。そこがねすごく気になりました僕は。 背景だけ動くの。そうそう、僕なんか船頭さんがはめ、手を振ってんのかな、船から降りてくるじゃないですか。でも、なんか来るところを見たら、ずっと土佐犬がいて。ずっと。たんですなるほどね。よく見てるよね。あ、でも、一番気さくっぽかったですね。今回。あ、そうね。わかんなあの、気さくっぽいし。初めて役に立ってる感が。 初めてでしたっけんかねうんんか成功したじゃないあとんかこう絵的にも派手だったじゃんろうそくがパパパパパパって消えたりとかさそこはなんかちょっとこう意外とやれる子なんだなみたいなそうだねなんかやれる子だろうなとは思ってたけどなかなか能力が発揮されなかったからそうだよね意外と準備が伴わないとあれなんだよね時間がいるんだよねやっぱね。 そうだね、うん、だからね、まあ、初めてではないとは思うんだけどあのほら将棋の時とかも、うん、ああそうですねでもなんかちょっとこうすごい勝ったたたぜみたいな感じがした、うん、確かにあの時はあの七海み最強だと思ってたからあ、うん、なるほどって思ったこうすれば確かに並なみ弱くなっちゃうわってなんででも今までみんな気づかなかったんだよね気づかなかったね

人が死ぬのって悲しいね やっぱねやっぱほら今までもさずっとまあずっとじゃないけどさいろんな人がお亡くなりになってきたですねマニュアニさんとかでもさマニュアニさんとかはさやっぱその和数で出てきて死んじゃったりとかだったからさそんなにそこまで感情移入っていうかさんかしなかったからさななみとかって感情移入はしないけどやっぱ1話からいたしんかとがめ的にも知ってる人だからんかね 悲しい、やっぱり。そうだね。悲しかったな。悲しかったね。キャトルジャンボパナンが打ちたくなかったですね。ね、最後。そうだね。ね、でも、やっぱ死ぬのやだな。やだね。本当に、ね。すごい。すごい、みんな。みんな。みんな、良かったですね。みんな、何言ってんの。次回。 何事もなかかったのように出てこなないかと何事もなかったかのように。そうね。まあ、そういうわけにはいかないんだよね。きっと今まで死んでいたマニュアの人とかもみんなそう思ってたと思う。出てきたいと思う。そうだね。そうだね。しょうがないいっぱい殺しちゃったから。そうだね。受け入れるよ。 <laughs> 本当に。このお疲れ様でした。お疲れ様でした。心が入ってない。ゆかり。クソ絶対失敗こそっと出てやる。<laughs> <laughs> はい、ということで、後飾り第七話、悪党美大変でした。ありがとうございました。ありがとうございました。